おんじゃもどうもさおでございます。久しぶりにやってまいりました、今週のポケモンニュース。この企画凍結してた。まあ緑の仮面のせいで止まってたんですけど、まあ最近別にそんなニュースなかったんで、ニュース作っていきます。今回も出たよ。まあ今回注目していく部分は青の円盤についてでございます。それでは本編いきましょう。まずは最初のニュース、クリスマスをテーマにしたポケモングッズ、パルデアズクリスマスマーケットポケモンセンターに登場ということでですね、この最初のニュースのコーナーも大体ニャオハの話になるというね、これ恒例なんですけど、初めて見た人、これ見てください。おくるみです。これ素晴らしい。これおくるみからのこの猫ね、これすごいすごいすごいです。てなわけで、このようなグッズが発売されるんですが、まあ、このね、鉄の包みくんの、ダサセーターもめちゃめちゃいいっすよね。しかもなんとこれギミック付きでございます。あとアドベントカレンダーね。うん。グリカめっちゃ可愛いんだよね。あとはフレークシールだったり、タペストリー。まあ、手頃なもので言えば、オーナメントコレクションだね。まあ、アクキーだね。オーナメントっていうのはクリスマスツリーに飾るやつなんだけど、まあ、季節物が好きではないよって方もいると思うんですが、ぜひとも足を運んでみてください。続きまして、未来の一戦、古代の方向。発売され、転売の動きはどうなのか。さあ、今回古代未来のポケモンがバッと追加された、古代の方向、未来の一戦が発売されております。10月27日発売ですね。ちなみに私、抽選、今回はなんとですね、一個も当たんねえよ。毎回よ。まあ、なんですが、今回もね、いつも通り転売がやばいなと思いきや、カードリストがそんなに強くないんですね。まあ、プレイヤーにとっては非常に欲しいんですけど、まあ、僕もめっちゃ欲しいんですけど、まあ、なんと売れ残っているというニュースすら上がっています。これは本当なのか、嘘です。これはなぜこのように言われているのか、まずはやっぱり転売屋がそんな欲しくないボックス、私たちとしては非常にありがたいボックスにはなっています。ですが前回のレイジングサーフや黒煙の支配者、これも別に転売屋にとっては嬉しくないパックだったようで、まあ、状況的にはそんなに変わっていません。でなぜこのように売れ残ってるって言われているのかっていうと、並んでる時間が長いんだよね。クレイバーストって例えばビッグカメラで販売されました151もそうなんですけど、何分で売り切れると思いますか？ 5、6分で売り切れます。これは新宿換算なんですけど、レイジングサーフ古代未来の買える猶予が長いっていう感じになりますね。まあなんでそんな気軽に買えることはないんですが、結構今回のね、ポケモンたちの SAR とか AR は非常に可愛いので、コレクターの皆様もぜひ買ってみてください。さあ続きまして本題のニュース、11月に青の円盤最新情報及び〇〇月に配信決定か。今回めちゃめちゃ調べてきました。はい。もうめっちゃ調べてきたんで、剣盾の発売状況、配信状況、ポケモンダイレクトの情報、この日程と SV を比較するっていうのが一番わかりやすい方法なんですよね。まずは SV 発売が2022年11月18、2019年11月15日が今度はね、剣盾のね、発売日になっております。まずここから始まりまして、わらわらわらと冒険を楽しみ、エキスパンションパスの発表がですね、2023年2月28日ですね。こちらがですね、エキスパンションパスの発表日になっております。エキスパンションパスっていうか DLC か。で、2020年1月9日、こちらがですね、剣盾のエキスパンションパスの発表日になっております。まあ、1ヶ月強々ぐらい遅れですね。で、そこからですね、セカンド PV と移っていくんですが、剣盾にはね、セカンド PV と、まあ、値する PV っていうのは結構ありまして、まあ、2020年3月26日、ゴリランダーたちの巨大マックスが発表されていますので、これをセカンド換算すると、まあ、2020年3月26が、エキスパンションパスのセカンドトレーラーですね。で、2023年6月22、こちらが SV の、セカンドトレーラーになってます。まあ、3ヶ月遅れといったところでしょうね。まあ、このように、開発はいつも言ってるんですけど、2ヶ月から3ヶ月遅れてるんですよね、前回と比べて。まあそれは別に悪いというわけではなくて、これが指標として役立つ。サード PV がですね、これ決定 PV です。配信日が決定する PV で、2023年の8月8日、これがですね、緑の仮面が9月13日に配信されるよという告知のトレーラー。2020年6月2日剣盾の方ですね、鎧の孤島が6月17日に配信されるというのが決定しました。
まあここで言うと、まあ2ヶ月から、まあ2ヶ月ちょい遅れですね。で、先ほど言った通り配信が6月と9月で、ここは3ヶ月遅れなのかなっていうことで、まあ大体2ヶ月から3ヶ月遅れてるよっていうのがわかるんですけど、まあ幅はでかいですよね。てなわけで、ここまでが、まあ、SV で終える部分なんですが、冠の節減も考えていきましょう。2020年9月29日、配信決定トレーラーですね。10月23日の金曜日に配信が決定しております。まあ、ここから3ヶ月最大で遅れたとしたら、2023年12月、2024年1月の間に、配信日決定 PV 出てきて、で、その1ヶ月後、つまり2月だよね。2月に青の円盤が配信されるっていう形になるっていう考えで見ることができるんですが、もう一つの視点としては、今度レギュレーションですね。で、F から青の円盤が使えるんじゃないか。まあ、もしかしたら F も緑の仮面なのかもしれないんですけど。まあ、それで F から使えるって考えると、今度レギュレーションは1月3日に終わりますので、まあ、12月、前の月の12月に発売かなっていうところで考えると、まあそうですね、12月15日とかね、配信される可能性もありますよね。で、12月15日に配信されればクリスマス商戦に間に合います。ここで出すべきタイミングなんですよね。もう一個が配信予定日です。前提から青の円盤って4月30日までに配信ってなってます。以前の剣盾ってどうだったのかっていうと、鎧の孤島が6月30日までに配信で17日に配信してますね。冠の節減が2020の11月30日までに配信、実際の配信が10月23日、まあ、だからちょっと前倒しで配信されるっていう感じになっていて、そして次がですね、ポケモンの海外 PV ですね。こちらをご覧ください。はい、気づいたでしょうか。こちらですね、プランドリリースデートウィンター2023ということなんで、あれ2023年冬、これは嘘じゃなさそうですよね。まあこれもあくまで予定なんで、ちょっとわからないところなんですけど、まあつまり12月が濃厚になってきているって感じになりますかね。11月はないと思うんで、なのでこれを真と取ると、レギュレーションからの考察が真実味を帯びてくる。まああとは開発遅れだね。どこかで開発期間を修正できていて、まあ、鎧から冠までのこの3ヶ月のスケジュールで、青の円盤も作れているとしたら、やっぱり12月になるんですよね。まあ12月の15日だったり、まあそれこそ22も怪しいですよね。年末ギリギリは避けると思うんで、15日か22日、まあ結構怪しいかなって思います。ちなみに僕の配信日予想、前回の緑の仮面も当たってるんで参考にしてください。って言って、見返してコメントしに来ないでね、外れたら。ってのが現状の考察になってます。本当にこれはね、開発状況がブラックボックスなので、まあここをどう考えるかっていうところですかね。それでは最後に今週のエンタメニュース、ニャオハのピュレ組が、発売されました。めちゃめちゃ可愛い、全種類ねいただいたんですけれども、まあこちら開封してみるとですね、なんとニャオハの形のグミが入っているという告知だったのに、電樹木とピカチュウが入ってますね。まあジガルデかもしれません。まあもしからタイやめとけというわけでございました。まあ大きなところで言うと、この円盤ですよね。12月に配信されてほしいところではありますが、もう不具合あったまま出してください。もうなんだかんだ言って、ポケモンプレイヤード M なんで楽しんでるんで、はい、よろしくお願いします。何か気になるニュースがありましたらコメントしてください。高評価、チャンネル登録もお忘れなく。それではご視聴ありがとうございました。残念ですが、さようなら。